おはよう、ソフィア。俺は今日から頑張るよ。結局あの後寝れなかったけどな。ソフィア、話終わった後すぐ寝たぞ。大人なのか子供なのか。夜遅いし、俺の布団で寝かせておくか。もう、心配しましたよ。ご主人の部屋に来たらまさか誰もいないんだもん。少し外でソフィアと散歩してた。それで途中で寝ちゃうんだからまだまだ子供ですね。ソフィアって今何歳なの？ご主人より2つ下ですから、今年で15歳ですね。そうなんだ。キス。しましたよね、ご主人。え、なんで？ソフィアの能力が1つ解放してます。やっぱり安いな、俺。それで何が増えたんだ？不可能支配、ですね。文字通り、不可能を可能にしたり、可能を不可能にする能力です。例えば、手順に沿わないといけない能力でも、不可能支配は手順に沿わなくても即能力発動ができます。かなり強いな、それ。これで、ラゼル用の異質異能なら使用可能になるわね。よかった、これならソフィアも即戦力になりそう。正直、異質異能が満足に使えなかったらどうしようか本当悩んでましたしね。そうか、それはよかった。明日からは頑張らないといけないからな。ご主人、立ち直ったんですか？ああ、みんなには迷惑をかけた。だけどもう立ち止まるのは終わりだ。明日、今後のことについて話そう。はい、わかりました。それじゃあおやすみ、メリア、ハクを今晩よろしく頼むよ。大丈夫、あの子はもう立ち直ってますよ。今日帰ってきて、止まってたらずっと成長なんかできない。ってすごく気合い入れてましたよ。そうか、よし、なら明日また詳しい話を聞かせてくれ。それから整理して、次に進もう。わかりました、おやすみなさい、ご主人。よし、進もう。やるぞー。すごく気合い入ってるね、パト。ソフィア、いつの間に起きてたんだ。ついさっき。こういう帽子いいね、なんかすっごくしっくりくるよ。へえ、ソフィアは帽子とかいいんだ。そうだ、ソフィア、まだ集合時間まで時間あるし、少し用事に付き合ってよ。デートだね、喜んで。用事ってどこに行くの？この町の村長さんに挨拶しておきたくてね。あのホテルを無料で泊めてもらったのは村長さんの計らいなんだ。だからまあ、今日からまた他の場所に移動するから挨拶しておきたいんだ。いきりだね。ソフィアは監獄島の人たちには挨拶したの。うん、お世話になりました。ってちゃんと出る時に言ったよ。よし、着いた、入ろう。村長さん、お忙しいところすいません。パトさんこんにちは、どうしました？今日でこの町から離れるので、挨拶がしたくて。そうなのですか、次の場所でも無事をお祈りします。そういえば、こんな何もない建物で何をしてたんですか？ちょうどこの部屋を使って服屋を作ろうと思いましてね。私、こう見えて精霊術師なので、火の籠を備えた衣服みたいな、特殊なお店を開きたいと思いまして。へえ、それはすごいですね。試作品とかあるんですか？ありますよ。あ、どうせなら試着してみます。できれば後ろの女性の方が似合うと思いますよ。ソフィア、ちょっと着てみて。やっぱり、すっごく似合いますね。これすっごくかわいい。本当にすごくかわいいね。これは籠などはまだ入れてないのですが、なんとどんな籠でも吸収する素材を使ってるんですよ。へえ、それじゃあいろんな籠を備えることができるんだ。はい、私は、籠の帽子、と呼んでいます。術者次第で、キャパシティ関係なく籠を追加できるので、かなり高級品ですよ。へえ、それいくらくらいしますか？素材が素材ですから2億くらいですね。化け物求人。それをなんと今は特別価格、200万でどうでしょう。一気に下がったね。でもいいの、大赤字なんじゃ。本来は超単位で大赤字だったところを助けてもらったんです。それくらいはサービスしますよ。その200万は、私の生活費に貢献していただけたらと。あはは、正直だね。なら喜んで購入させていただきます。ありがとうございます。パトさんに旅のご加護がありますように。で、さっきまでソフィアちゃんとデートしてたと。それでしかも、ソフィアちゃんに200万の帽子をプレゼントねー。なので釣り上がって、人聞きの悪いこと言うな。大丈夫ですよ、ご主人。私は愛情さえくれれば物はいりませんからね。あ、メリアちゃんずるい。あ、むぐー、心地いいねー。ハクも主も元気になってよかったよ。ハク、これから一緒に頑張ろうな。うん、パトくんも頑張ろうね。そういえば、ハク、あなたいつからパトのことを、パトくん、って呼ぶようになったのよ。私もパトって呼んでるよ。もう、ご主人とか様は表の名目だけだよね。え、じゃあメリアちゃんも実は。そんなことは。私もパトくんはメリアちゃんから教わったよ。へえ、メリアちゃんも裏では甘えてるんだねー。ソフィア、こっちおいで。うん？ソフィアもみんなと馴染めそうでよかった。メリアとソフィアも和解したって聞いたし、本当にいかった。そういえばソフィア、メリアとは？
うん、仲直りしたよ。そうか、よかった。パパの事情もメリアは苦労してたんだって知ったし、私はそもそも殺されることに関しては怒ってなかったしね。ソフィアって強いよな。普通、殺そうとしてきた相手って多少恨むもんじゃないの。なんだろう、メリアだから許せたって感じだった。ソフィア、本当にごめんなさい。辛い思いいっぱいさせて。まだ気にしてたの。メリアだって苦労してたんでしょ。ならいいじゃん。私こそ、早とちりでメリアに攻撃してごめんね。いえ、報いだと思えば軽い方ですよ。でも、せっかく念願の同じ専属神になれたんだし、これから一緒にいようよ。パトとメリアとアリシアと私。今はあの時よりも一緒にいたい人が増えたし、きっとこれからも増えるだろうし。お互い当時の力を失った者同士、頑張っていこうよ。いつもソフィアには救われてばかりだね。うん、これからは一緒に、そして約束します。たとえ、お母様の命令でも、今後一切ソフィアや専属神、配下神の命を奪うなんて絶対にしない。大きく出たね、できるの、帝王神相手に。ふふふ、私もこの年で反抗期みたいですね。うわぁ、悪い子だ。あはははは。私も弱くなっちゃったけど、みんなのために全力で頑張るよ。今はこうやってみんなで笑い合ってる幸せがどれだけ大事か、今回は本当思い知ったな。もう、とりあえず今後について話しますよ。そうだね、そろそろ話そう。とりあえず、ご主人は知らないと思いますので、話しておきます。今回、私たちが乗り込んだ監獄島、あの建物は、地球防衛軍第6軍囚人収容施設、でした。今回の騒動は東野さんの介入でことは重大になることはありませんでした。そして監獄島にあったオーブに関しては、監獄島の管理者が東野さんに渡すために保管していたそうです。つまり、東野さんの命令で保管して、それを侵入した日に受け取り、ご主人に渡す予定だったらしいです。ここまで聞くと、本当俺たちのやった行いは無駄だったんだな。それで管理者の4人、機長は、4人とも地球防衛軍第6軍所属の隊員、なんだって。その中で一番強いのは、最後パトを倒した男性。彼は地球防衛軍第6軍隊長、で世界でも5本指に入る実力者らしいわ。本名はアラン・ソルフリー、名前を聞いてびっくりしたわ。今私たちが目指してるワールドチャンピオンシップバトルトーナメントの去年ベスト4という相当な実力者だったわ。他の3人も去年の成績を見たら、頭骨がベスト8、吸気と凍結がベスト16と世界屈指の猛者ばかりだったわ。つまり、もし優勝を目指すならあの混沌を倒さないといけないってことか。実際東野でも準優勝、まだ東野より上がいる。父さんより上の存在って誰なんだ。聞くよみ、白鵬。過去4回行われた大会すべて優勝している世界覇者だよ。過去4回全部優勝。相当強いんだね。しかも、地球防衛軍第1軍国家政府管理機関隊長、つまり、6人の隊長の中で一番偉い隊長、ってことらしいよ。険しい道のりだね。ああ、俺が手も足も出なかった混沌より強い父さんがいて。その父さんが一度も倒せない月読み白鵬って人がまだ上にいる。大会は7月、今は1月、もう半年しか猶予はありませんよ。半年であの混沌以上の実力を身につけないといけないってことか。他にもあの混沌さんと同レベルの実力者もいることを考慮したら本当険しい道です。結果お姉ちゃんが去年出て、1回戦で負けるくらいだからね。次の道は決まったな。今の俺たちでは大会に出ても優勝どころか満足に勝つことすら難しいだろう。俺も今回の件で自分の無力さを再認識したよ。東野さんが言ってました。夏の大会でお前の成長を見せてくれっと。そしてこれを。父さんには迷惑かけてばっかりだな、本当。なんだこの力。混沌を司るパープルオーブですね。本当、ここ数日で結構混沌って言葉聞いたような気がするよ。混沌とはすなわち、乱れ、です。法則を乱す力。つまり、概念を壊し、乱す、今のご主人に一番欲しかった力です。なるほど、今までは受け流すとか、法則を理解して無効化するしかなかったけど、これからは法則を無理やり破壊って方法もできるってことだね。はい、多少の力技が可能になります。よし、また一つ力が戻ったということで俺から提案がある。大丈夫、ついていくよ。うん、今度は私たちだって冷静に考える。みんな主の考えと向き合うから、どっしりお願いします。みんな、今後についてだが、ハットカナの次元と時空を使って空間を作り、そこで修行を行う。予選はいつも通り、被災地を転々と動きたいところだけど、それだと二人の負担がかかりすぎる。だから、次の被災地を復興し、そこに拠点を構え、そこで半年間集中的に修行を行う。全員のスキルアップを重点にこの半年は動いてもらう。
その間、他の被災地はどうするんですか？今は一旦中止だ。俺たちは今できることを全力でやる。それに父さんたちもいるんだ。信じて任せよう。わかりました。無策な案ではないのであれば私は反対しません。むしろ私も同感でした。他に意見がある人は？大丈夫、欲張りすぎてない計画だと思うよ。そうだね、今のパトに迷いはない、異論はないよ。私も弱いままは嫌だから賛成。うん、なら私たち全員異論はないみたいね。よし、なら早速次の場所に向かおう。そこで大会開始までの半年間徹底的に鍛える。よし、それじゃあみんな次の目標に行くぞ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。